フォーシーズンズデザインラボの沼田でございます。今季43ディグリスのパンツをご紹介したいと思います。今季はまずこの2型ベースにしまして、こちら、バックカントリーを中心に使っていただきたいハングパンツ、それからゲレンデを中心に使っていただきたい、アーバンパークパンツ、こちらを、軸にしまして、まず中綿 60g のパンツと、手前2本が中綿 80g という少し温かいモデルでご用意しております。こちら手前4肩につきましては、肩からかける、ビブパンタイプという形でして、奥1つにつきましては、腰で履いていただくモデル、アーバンテックパンツという名前でご用意しております。今季43ディグリスのパンツはこの5型でご用意しておりまして、基本性能のこの誇るハングパンツという形で機能紹介をご用意ご案内させていただきたいなと思います。まずベースとなります生地スペックですが、耐水圧10,000mm、それから透湿性ですね、透湿性は8000ついてます。それから水をはじく機能、撥水機能につきましては、撥水5級ランク5という最上級の値をつけてます。今までの生地スペックも5ランクついてはいたんですけど、今期モデルよりですね、持続力がかなり増してます。なので長期にわたってですね、撥水機能を使って他の機能を補填する形でアップデートされておりますので、ぜひ使っていただいて体感いただきたいなと思います。でこの後ですね、細かい、仕様をご案内させていただきたいなと思うんですけどね、まず、一番ご案内したい、内容としまして、着脱がすごい容易となる、形となっております。これをですね、まず見ていただきたいなと思います。まず、目的地につきましたら、このように首にかけていただいて、履く形になるんですけども、まず両手開きます。お子様いらっしゃったりですとか、道具をこう準備したりですとか、あと足元悪い状態でどこかにこう手をついてしまったりするために、こう安心して履いていただくために両手開きます。まず首にこうかけていただきまして、横のファスナーこのように開けます。このように、お尻の部分大きく開きましたら、腕をこう通していただいて、背中たすき掛けのようにバツのようになります。このように通していただくと、手をこの辺りに持っていただいて下に落とします。そうすると前かがみにならなくてもですね、足がスッて入る高さになりますので、このように、足を通していただきます。通した後にそれぞれのサイドを上げていただきます。こちらですね、簡易的に止めるためのこうボタンとかも備わっておりますので、止めていただいて上げていただくと容易に開けることが可能です。履いてしまった後にですね、今度このショルダーベルトそれぞれこのように止めていただくと、よりフィット感増してちょうどよく履くことが可能です。準備が整って、このように履いてしまった後にですね、元に履いていたズボンのポケットの中にこう携帯とかお財布とか入ってしまって、ああって思われたことがあるかなと思うんですけども、こちらのモデルですね、下からこのようにファスナー開けることできます。このファスナー開けてあげると、元履いてたズボンより携帯とかお財布を取り出して胸に収納することができます。まず目的地でですね、履いていただくときに、もう目的地寒いと思うので、何も考えずまず履いていただいて、で履いた後からゆっくりこう物を取り出していただくと。で物を取り出していただくこの機能なんですけども、中にこう手を入れていただいて、洋服とかのですね、もたつきなどをこう突っ張りなどをきれいに直して、より着用感を上げることできます。合わせて使っていただければなと思います。でこのような、機能が、こちらビブパンタイプはそれぞれ備わっておりまして、今
ここの使っていただいた胸ポケットにつきましては、43 degrees のジャケットの方で胸からこう手を入れていただくスルーインホール、ポケットサイドのポケット、右ポケットからこう手を入れていただくスルーインホールという穴がそれぞれご用意しておりますので、そちらも合わせてご検討いただければなと思います。そうしますと、まあズボンと合わせてより快適に、雪遊びを楽しんでいただくことができるかなと思います。それぞれの共通機能としまして、まずこのスルーインホールを生かした胸ポケット、それからですね、腰のポケット、あと内ももについたベンチレーションで、先ほど使用させていただいたこのファスナーもですね、内側にメッシュはないんですけども、換気として大きく開けていただくと、またこれもベンチレーションとして使えるかなと思うのでご活用ください。からあと膝周りの立体的な、縫製だったりカッティングなんかもこうストレッチ性能と生かしてですね、快適に、冬の遊びを楽しむことができると思うので、合わせてご活用いただければなと思います。で、基本的にはこのような機能が備わっておりまして、特にこのハングパンツにつきましてはより機能的となっておりまして、例えばこの胸のポケットですね、通常もこちらのアーバンパークパンツよりも立体的に作っているので、中にあのビーコンとか収納したりですとか、冬の細かいギア関係もこちらに収納いただいたりすることが可能になっています。で、こちら胸ポケットの下の方にはですね、このように、カラビナなどつけていただいて、またギア関係とかもこう引っ掛けて吊るしておけるようなテープが配置されていたりですとか、腰ポケットについてはカーゴタイプになっておりまして、使わないときはこうフラットな状態で使用いただく、こちらから物を入れて収納いただくと、ここが浮いてきて立体的なポケットとして使うことが可能です。合わせてのこのビブパンタイプでよく面倒がられることがありまして、お手洗いですね、お手洗いの際などは脇をこう広げていただくとお尻の部分が大きく開くので、トイレも容易に足すことができます。で、男性につきましてもですね、正面の方のフロントのファスナーがですね、ダブルジップという扱いになっているので、上から開けずとも下から開けて用を足すことが可能となっております。こちらビブパンタイプで、もう一方こちらアーバンテックパンツの機能につきましては、通常のモデルでは、通常のパンツモデルではあるんですけども、隣の人にリフトに乗った際、隣の人にこう肘をぶつけないように内向きにこのようにリフト専用の狭いところで使っていただくようなこうポケットがあったりですとか、あとですね、こちらアーバン、大変失礼しました、ハングパンツのようにこうかけるところ同じような形で備わってます。でですね、シルエットの方にこだわって、すっごい履いた時に綺麗なシルエットに仕上がるようにこだわったサイジングで作っているので、履いた際のシルエットすごい綺麗な状態になりますので、こちらも合わせてご検討いただければなと思います。で、今回ですね、このようなご方でご案内しておりまして、それぞれですね、まずハングパンツにつきましては、全6色、アーバンパークパンツにつきましては全5色、アーバンテックパンツにつきましては全4色で、ダブルパディングにつきましてはそれぞれ同じような配色で、一応パディングと、こちらモデルそれぞれある色ない色ございますので、そちらはページの方をご覧いただければなと思います。今回ですね、43 degrees のパンツメインでご案内しておりますけども、他にもですね、細かい詳細とかも、いろいろお伝えしたいところがありまして、そちらはオフィシャルサイトの方で随時更新していきたいと思いますので、ご覧いただけると幸いでございます。以上ですね、今回、43 degrees の、パンツのご紹介とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。